感染者を地域別で見ると、浜松市で2人、御殿場市、富士市、牧之原市、掛川市、袋井市、磐田市でいずれも1人となっています。静岡市では今日、感染者は確認されませんでした。静岡市で1日の感染者がゼロとなったのは、去年12月21日以来53日ぶりとなります。県内の病床使用率は東部地域で 23.5% となり、国が示す感染状況の指標であるステージ3を下回りました。県全体では 18.9% となり、去年11月5日以来99日ぶりに 20% を下回りました。水曜日ぐらいまでは、この10人前後ということが続けば明らかに少ないと。県全体で0人ということも来週後半とかには期待できますが、その0人という日がですね、ある程度連続して続かないと本当に感染が抑えられているとは言えない。そこを目指していくことになると思います。こうした中、県病院協会や県医師会などが川勝知事に提言するため県庁を訪れました。感染症の専門の病院を、静岡県独自にまた作っていっていただければ、病院としてもそれを中心に感染者が起きた場合には対応していきたいというふうに考えていますので、川勝知事を訪れたのは、県病院協会の毛利博史会長、県看護協会の渡辺雅子会長、県医師会の木野平浩一会長の3人です。提言書には、新型コロナウイルスが拡大する中でも十分な医療が確保できるよう、新型コロナウイルス感染症専門病院の設置などを要望しました。川勝知事は、医療機関が最後の砦、専門病院についても検討していると述べ、県と医師会や病院協会、看護協会が協力して新型コロナウイルス対策に臨んでいく姿勢を確認しました。富士市は新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた飲食店などの事業者に対し、段階を踏まえた給付金を支給することにしました。対象になるのは市内の4000の事業所が見込まれ、今年1月から3月の売上がおととしの同じ月と比べて 30% 以上減った月がある場合です。この給付金は減少率が 30% から 50% の事業者には10万円、50% から 70% で20万円、70% 以上では30万円と段階的な支給となります。この給付金の発表に、JR 富士駅北口エリアの飲食店からは喜びの声が聞かれる一方、今の苦しい現状を覗かせます。お金がもらえるということは、いいかと思います。しかし12月1月の売り上げは例年と比べると8割以上減っているといいます。30万もらったところで大したその感じじゃないと思いますね。時短営業した時もそうだったんですけども、店は時短しなさい、市民の方は自粛しなさいという形で、それが今通常営業になったとしてもですね、市民の方には自粛しなさいというような言い方で言われているんで、それがもう大丈夫だよという形で、政策をしてもらいたいと思います。